はいどうも、世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、突然ガラハットちゃん、前回の動画ではハンニバルと一緒に2体で並べてみて、まあ、どっちが耐久性能強いのかみたいな動画アップしていますが、はい、今回はこのガラハットちゃんを実際にパーティーメンバーに入れてみて、デッキとして立ち回らせた場合にどのような活躍ができるのかっていう部分について、はい、特に今回のデッキではハンニバルとガラハットちゃん全員に2体置いてダブル長老デッキで検証してみたいと思います。でまた明日別途ハンニバルを抜いたガラハドちゃん1人の長老デッキでの戦闘なんかもやっていく予定ですので、はい、そちらに関してはもう少々お待ちください。はい、突然デッキ戦やっていきますか。まず今回のデッキの特徴としては主力が溶融機、はい、あとは、まあ、主力となるアタッカーなしでバッファーだったり、まあ、変化球の当該なんかがいるぐらいで、まあ、主力一体をとことん守っていくような戦闘スタイル、まあ、短期特化した一体をバフ乗っけたり守ったりすれば、まあ、今ちょっとスキル性能的にはやや見劣りしてしまうようになってきている溶融機でも流行ってるキャラクターに勝てるのか。はい、ちなみに溶融機の戦力は1690万となっており、はい、細かいステータスはこんな感じになってます。でハンニバルの方が約900万の戦力で細かいステータスがこんな感じ。もう完全に防具の盾とか兜鎧なんかは溶融機よりいいやつを装備してますね。はい、同じくガラハッドに関しても戦力1000万で細かいステータスがこんな感じになっており、はい、こちらに関しても、まあ、鎧180とか明らかに溶融機よりいいやつを装備させて、まあ、溶融機を守る形にしたせいで、まあ、溶融機がだいぶ弱ってしまっていると。重廃課金じゃないと複数体に対して理想的な装備をつけるっていうのがまず難しいので、まあ、正直溶融機にこれだけ装備残せてるだけでもだいぶ贅沢なんで、ちょっと到達可能かっていうと少し上に行っちゃってる感じしますが、まあ一応このサーバー微課金で月3000から5000の範囲内で、まあ、課金してるサーバーで、まあそれで、まあ、まあ3年以上やってるとこんな感じになってきますよと。ああいうとこで、まあ私のデッキが育ってる分他のプレイヤーの方のデッキもね育ってますから、まあこれぐらいやらないとこのサーバーでは厳しかったりしますねっていう感じで、まあまだ始めたばかりの人だったり1年半の人とか、まあそういった人は、まあ決してこのような装備まで揃えてくれっていう意味ではなくて、まあそれぞれ自分の環境からの差分をうまいこと引き算して見てもらえればいいかなと思います。はい、あと小王がいて、はい、小王は左側だけ強化してある感じ。はい、その他長宝が85万、直江兼継が300万の、あやめちゃん84万、鎮球74万、座敷わらし89万の、超高名120万、当該が200万と、あと連携で月星ちゃんですね、天井に連れてって枕投げしてもらおうと思います。あ、それで攻撃力6000上がりますからね、すごい弾道の枕飛んでくるんでしょうね。はい、ということで今回のダブル長老デッキに関しては、なんといっても特徴としてはガラハッドがここで攻撃引きつけてくれるので、ハンニバルの長老を急がなくても最初にやりたいことがやれるっていうところですね。このデッキで言うと溶融機のスキル1に残影つけることで範囲に対する2回攻撃ができるようになるので、まあ、それを急ぐことができるということで、まあ、溶融機のスキル1の効果力が安定化しやすいというところがありますね。まあ、相手に先手取られちゃったら落ちちゃう可能性高いですが、さあということでやっていきますか。今回も美課金のスーパー検証班、略して SKG メンバーと一緒に切磋で検証していきたいと思います。よろしくお願いします。さあということで始めていきますか。さあ最終デッキリンク貼ってもらいましたが、マック私にとってえらい挑発的なデッキ名がありますね。番外でフルメタルくれないさんに長老されてるんですが、はい、こんな感じでリンク入れてもらってるんでやっていきますか。さあまずクティさん、はい、レベル私より2高いですが、はい、デッキ名一君どういうことでしょうか。はい、小王1000万の、長宝300万、鎮球290万の、エビちゃん890万、アデ陽線が主力ですね、1880万、格上陽線。はい、細かいステータスはこんな感じになってます。はい、で応援で戦う出てきて厄介ですね。反射キャラクター、細分機プラス5 560万、直江兼継の460万で、 MR 座敷ちゃん300万、はい、 MR あやめちゃん260万の、最後テフ HP2200万。これ溶融機一体だとテフにやられる可能性ありますね。そもそもいや短期特化キラーですよね本当。はい、そしてしっかりあやめちゃんとか座敷わらしちゃんみたいな安くて優秀なバッファー MR 化までさせてるあたりが戦闘経験の高さを感じますね。まあ、ここら辺迷わず取るあたり、さあ見ていきますか。初戦溶融機対陽線の戦い、はい、早速残影に入ってやりたいことやっていって、はい、そこまで済ましたらハンニバルが固めていき、はい、ダブル長老の形作りました。で小の蓄力つけるんですが、まあ、ちょっとね溶融機と小は相性悪いんですよね、蓄力かぶりしちゃって。はい、ただ範囲に対する2回攻撃ができるんで、はい、エビちゃん硬いっすね。あ、残影でミスも出ちゃってますね。さあただエビちゃんの攻撃はハンニバルでしっかり受け止めて、はい、長老2人いる場合は上から長老で受け止めるんで、まずハンニバルが受け止めてくれます。でハンニバルよりガラハットの方がちょっと HP 高くしており、まあ、もしハンニバルが HP 負けていてガラハットが HP 勝っていればガラハットの方が受け止めてくれるというような、はい、2段階の長老の受け止め方ができるような形に一応してますね。さあ戦い出てきて、ガーッと小の剥がしきました。さあ援護と長老残ってますね、ハニバル。でガラハットも東波と長老残ってます。はい、まあ小王もいてバフがいっぱい乗っかってるんで、相手の小王の3つ剥がしがあってもなんとかダミーで処理できて残しましたね。はい、小王が相性いいんですよね、ダブル長老デッキに。うわーっていうかいや忠勝にやられましたね。はい、反射で落とされてしまいました。
はい、ダブル長老デッキの弱点、まずは視力が反射に弱いキャラクターの場合にはいくら守っても視力の攻撃のタイミングで自滅してしまうっていうところ、ダブル長老デッキ作る人は視力が反射に得意かどうかまずチェックする必要がありますね。それかまたは視力以外のキャラクターで反射キャラクターを処理できるような副将を持ってるかどうか、はい、そこ見ていく必要がありますね。はい、ということでちょっとエビッチャンディア妖戦との戦いというよりは反射キャラクターとの勝負という形になってしまいました。はい、ただここからどのぐらい粘るか一応見ときますか。初戦なんで東波3ターン、あとここで東海出てきますね。そういえばまあうちのこのビカキンの東海プラス6まで覚醒してるんで無駄に、はい、失敗したやつなんですが、そのおかげで2巡目までは生き残りやすくなってるんで、でまたしかもハンニバルやガラハッドのおかげで出てくるタイミング遅かったんで、まあ、スキル出し切りの状態で出すことができたっていうところもでかいですね。はい、ここで頓降下入って、いやこれ一縷の望みにかけますか。あでも将がいるから剥がされちゃいますね。さあ東海どこまで頑張れるか。まあ基本ハンニバルが受け止めて、まあ、ハンニバルのHP がハンニバル低くなってるんで妖精の攻撃もハンニバル受けちゃいますね。ちょっと当該で受けれないのがもったいないですねこれ。あ一発受けた、あんまり反射返しませんでしたね。さあそしてあっさり将王にやられてしまいました。さあ2巡目援護に入れてるハンニバルに対してガラハットもう硬さの基準である当波がなくなっちゃってるんで、まあ簡単にやられてしまうという感じで、長期戦になった場合に視力がいないともうどうしようもありませんね。反射デッキに要注意ということがまず一つ、ダブル長老デッキ作る場合には見ておくところですね。さあお次長老使いのフルメタル紅さん、レベル2また格上で、はい、デッキとしては将王、あやめちゃん、加工、トン、劉備1800万、あー胸のりちゃん前衛パターン1700万、これちょっと怖いですね。範囲攻撃なんで、はい、でエビちゃんが400万の新旧300万、200万の超高メニュー検定、はい、高周波と、あーっとこれは胸のりちゃんデッキですね。でまたみんな賞を持ってるんですよね最近も、これがきついんですよ。聖護バフ3つ剥がし、はい、今回はかいくぐることができるか。さあ見ていきましょう。はい、まあみんなもう結構前衛バッファー前列に置きがちなんで、なんなら全体に対するめまいとかそういったキャラクターが今後もしかしたらちょっとここら辺の課金帯で流行ってくる可能性ありますね。いいのが出てくれば。さあ突然、はい、残影ついて範囲に対する2回攻撃できるようになっているので、いや劉備倒せませんか。それでバリアついてますもんね。さあ宗則ちゃんのスキル1が怖すぎる。あ700万で済んだ。なんていうか重宝も耐えましたね。いやこれなんとかなりそう、ここ耐えれば。はい、援護もつけて妖雪と将を固めて、まあ、なんといっても将のスキル2の剥がしが来ますからね。あただこっちも剥がされちゃいました。あ援護がなくなっちゃってるんで耐久落ちましたね。で逆にガラハッドはまた長老と党派残りました。さあしっかり剥がしていって、逆に風波つけて耐久落として妖雪のスキル2、はい、この流れがめちゃくちゃ強いですね。ただ祝福が攻撃回数削ってきますね。いやこれは邪魔された、はい、超高めちゃんマジで優秀。はい、宗則ちゃんが1名取り留めました。てか劉備強っ。劉備の火力が虹のバッファーとは思えないやつになってるんですが、で柳生ちゃん生き残っちゃったのは怖すぎますね。ちょっと、はい、復活しますが残念剥がされちゃいますね。柳生ちゃんの聖護バフ剥がし連撃、いやめちゃくちゃうまく決められた。はい、あとこれ範囲としては HP が柳生ちゃんこちらより高くなってるんで、まあ、ハンニバルとガラハッドをダブルデッキにすると1体 HP 尖らすことがちょっと難しく、まあ、こんな感じでHP が尖ったキャラクターがデッキにいると抜かれちゃうっていうところですね。はい、まあ、ちょっと昨日の検証の続きでガラハッドとハンニバルある程度同じぐらいの育成具合にしてるので、まあ、それでどっちが強いかみたいなね検証を昨日してたんで、それ引き継いでますか。ちょっとハンニバルよりガラハッドの方が圧倒的に HP 高いバージョン作りますか。はい、一つでハンニバルがつけてた真珠や木玉なんかを外して、はい、ガラハッドにつけて、はい、ハンニバル1400万のガラハッド1840万の HP にしました。これでハンニバルが取りこぼしたやつをガラハッドが受け止めるというような構図ができた形になります。はい、おそらくこの形にすれば、まあ、剥がされなければスキルに宗則ちゃんの攻撃ガラハッドが受けてくれるんで妖雪が助かるっていう形になりますね。はい、ちょっと見ていきましょう。いやー将やられちゃいましたね。いや将がねホワイトさん残ってるのもでかいですよね。さあ、あー長老剥がされちゃいました。もう一回見ましょう。いやもうこうやって何回も挑んで将ガチャやらなきゃいけない時点で、まあ、将が完全に天敵であることが分かりますね。はい、トハ残りました。ただ長老なくなっちゃいましたね。はい、チョコメちゃんの祝福でうまく攻撃さばかれて、さあガラハッド残りましたが東波6ターンで宗則ちゃんの攻撃耐えられるか。あっていうかハンニバルの方で耐えてくれましたね。はい、この形が作れると勝ちに転じるんじゃないかなと思います。さあ東海出てきて、まあ、これはやられちゃいますねすぐ。あただいい感じに敵が足止めされてて、はい、攻撃きませんね。あ東海トンコ入れますねこれ。お楽しみ。はい、範囲攻撃、いやーちょっと硬くなりすぎた東海。はい、ほぼ倒せませんでした。さあまた援護が入って2巡目の援護、はい、このハンニバルの援護の上乗せができるのがでかいとこですね。2巡目ガラハッドは一方東波残り2ターンと、もう耐久ほぼ死にかけなんで、はい、ここで決着つけないといけませんね。
弓所の攻撃に強い薙系2枚つけていきましたが、まあ宗則ちゃんにはあんまり意味がないと、はい、そしてギリ余裕鍛えて、さあ余裕のスキル2、こちらそれが先手になりますね。はい、宗則ちゃん倒しての勝利となりました。ハンニバルとガラハッドが生きるかどうかで勝敗大きく変わりますね。はい、フルメタル紅さんありがとうございました。さあお次ユキさん、レベルこっちが5買ってますね。賞1000万のチョコメ700万、アウグス1600万、はい、でコキビリュービと続いてヒロマサちゃん、かぐや姫の座敷わらし、重宝173万で鎮急検定とバッファーが続いてますね。はい、アウグスの HP が1884万なんで、ちょっとこれ勝ちに行きましょう。はい、わずかに HP 勝つ形に調整しました。はい、まあ、ガラハッドとか長老キャラクター使うときはライバルの HP をチェックしながら投与して育成した後もこういったちょっとしたメンテナンスが入るっていうところ、まあ、こっそりやるの楽しいですよね、こういうの。さあということで、こっそり勝ちやすい形作った上でユキさんと戦っていきますか。ハンニバルの HP はアウグスが超えてしまっていますが、アウグスの HP をガラハットが超えているので、本来長老2人いたら上から受け止めるんですが、はい、ガラハットが受け止めてくれる形となりました。これで主力のアウグスの攻撃をガラハットで受けて、はい、その間に余裕気が暴れていくと。チョコメちゃんが祝福巻いてましたが、ハイに対する2回攻撃で余裕気1回復活までアグスを追い込んで、いやこれはだいぶ調整ですね。はい、から小王が、はい、バフ剥がしてくんで、あ、援護剥がせませんでしたね、惜しかった。ここ生後援護剥がせてれば完璧だったんですが、うわ、そしてガラハッとやられましたね。5ターンの踏破だと一気に落としに来ますね、さすがアグス。さあここ攻撃足りるか、やばい、一発足りなかった。いやこれは負けるぞ。あ、ただ塔がいますね、切り札の。ちょっとまずいことになってきました。あ、ただチョコメちゃんがうまくさばいてる間に塔が出てきて、はい、これはいいぞ。あ、塔が撃たれた、終わった。いや無駄な長期戦が続いてますね。はい、14ターン目で終わりました。はい、姑息な勝ち方しようと思った末路がこれですね。はい、ゆきさん申し訳ありませんでした。はい、お次ゆちんさん、はい、レベルこちらがだいぶ勝ってますが、はい、デッキとしては攻守班で、あ、聖護剥がしに行きますね、これうまい。ハンニバルの1000万、はい、賞600万で、はい、座敷わらしに、あと大谷氏1700万、これは長老すり抜けてくるんで勝てなさそうな感じありますね。ちょっと、はい、コキビ長光明直江兼継ぐとバッファーが続いていく形になりますね。あとはさあ行きましょう。あっと攻守班 いい感じにめまいにできました、これはでかいですね。はい、お互いハンニバルで固めていって、はい、小王も同じ流れ、はい、違うのは大谷氏がいるってところですね。さあなるべく反射ダメージを受けたいところですが、 HP マックス残しちゃいましたね。余裕気反射耐性高いんで、蓄力のせいで、そのせいで逆に大谷氏なんかの攻撃対象になりやすくなってしまうと、あいこつでモロに狙われて、これは避けきれなかったら負けですが、レベル差があるんでなんとか避けてくれました。まあ、ただ今のレベル差がなかったら普通に負けていたんで、まず一つ言えるのは、ハンニバルがガラハットがいても、まあ、大谷氏には同格だったりレベル上だったら太刀打ちができないっていうところ、はい、まあ、本当にここら辺は他の今優秀だと言われている巴御前ちゃんとか俵トータちゃんとかランスロットとか、そこら辺のキャラクターにはできないゲートになるので、はい、大谷氏がね、いかに優秀なキャラクターかってことが分かりますね。はい、私未だにこのキャラクター分析動画なんかではナンバーワンに添えているのは、いろんな課金帯で活躍できるところ、そしていろんな状況に強いというところを指して評価してますね。はい、めちゃくちゃ強いと思います。さあスキル2の方、ガラハット、はい、踏破4ターンで耐えられるか。さあレベル差があればミスなんかも誘いながら、いい感じに攻撃回数消耗させていって、はい、余裕気に対する被弾の回数減らしていくことができました。うん、レベル差ありで残影つけてのガラハットハンニバル、鉄壁ですね。はい、ということで5ターン目、はい、余裕気のスキル1、はい、まだバリア壊す程度で追い詰められませんね。さあ大谷氏のスキル1、はい、これはハンニバルで受け止めて、はい、ハンニバル筋力値ベース防御持ち攻撃には強いので、はい、完全にカットしきりましたね。いや800万のハンニバルで倍ぐらいの大谷氏の攻撃受け止めちゃうのはやっぱり異常に硬いですね。ハンニバルこの2巡目まで硬さキープできるっていうところがハンニバルの大きな強みになりますね。はい、そして余裕気が大谷氏を落として、ハンニバル落として勝利ということで、なんとか対大谷氏デッキに勝つことができましたが、まあ、これはレベル差で勝ってるのが効きましたね。はい、そうでなければ負けていたと思います。アーグス1000万のナタ600万、ヨウ1900万、カノちゃん800万の、はい、大谷氏1100万、トータちゃんが600万、均等育成されているので戦力値がだいぶこちらの方が上になりますね。まあ、ただ、まあ、有名な MR キャラクターかなりたくさん揃ってるんで、まあ、これこそハンニバルやガラハットの出番ですね、こういう時こそ。さあ見ていきましょう。まず先手でアーグスが動けちゃうんですが、ガラハットがすでに長老化しているので、はい、アウグスの攻撃ガラハットで受け止めることが可能になってますね。いやこの形作れるのがガラハット大きいですね、本当。はい、で小王の蓄力影光も入って、はい、ナタの連撃なんかもハンニバルで受け止めてと、はい、大体 HP 勝ってるので、
はい、受け止めれちゃいますね。はい、そうやってるうちに領域のスキルに範囲に対する弁償値ベース防御も衝撃、いやーやっぱり効きますね。しっかり戦力差もあればなおさら。さあただちょっと怖いのは大谷氏がスキル1を打ち逃した上で、はい、ここでスキル1打ってくるんで剥がし機能が今復活しちゃってるんで、はい、長老やトハなんかも剥がしながら殴ってきてガラハッと落とされちゃいましたね。まあまだハンニバルが残ってるのがやっぱり心強いですね。それでも、あ、そしてヨユキがスキル2で親子を落としていきました。はい、でトータちゃんのスキル2なんかもしっかりハンニバルが受け止めて、はい、まあ、ただ怖いのはハンニバルの長老ここで切れちゃうのでトータちゃんのスキル2のスプラッシュが飛んできますね。さあスプラッシュ、はい、これは調整ですね。はい、2巡目ヨユキのスキル2で撃破と。はい、ミムさんありがとうございました。さあそして見習いさんレベル同じぐらい、さあデッキとしては上杉500万の最上900万劉備規定陽線が1800万、やや格上、あで同格のエビッチャもいて、いやこれ MR が強いですね。あカイサル1300万、いや結構強い。はい、でショーとかバッファーが出てくる感じ。最後テーフ1000万がいますね。同格と格上の MR2 体と育成がある程度されたカイサル、はい、ティオナデッキ、これまともに妖雪1体でやったら厳しいですが、さあ見ていきましょう。はい、ハンニバルがまず長老化していって攻撃を受け止める形。はい、これちょうど妖戦の HP はハンニバルが勝ってて、エビスの HP はハンニバル負けてるけどガラハットが勝ってるんで、妖戦の攻撃はまずハンニバルがしっかり受け止めてくれて、はい、でハンニバルの HP だったり、まあ、影光なんかが壊れかけてやばい状態ですが、はい、それをエビッちゃんの攻撃はハンニバルに行かずにガラハットで受け止めるっていう、この分散受けのやり方なかなかいいですね。いやダブル長老面白いですね、かなり。さあ集中攻撃のカイサル、これ怖いですね。はい、長老に引きつけられずに HP が高い余裕気狙ってきましたが、まあ、ここまで聖護ついてればさすがに効きませんね。さあショウここで出てきて、はい、余裕気のスキル2の前の風波、いやショウのこの聖護剥がしの風波、はい、エビちゃんの踏波5ターン残ってますね。で陽線の方はちょっと見えづらいですが、はい、どうだったのか今のは。結構いろいろ剥がれてたようには見えました。雷がいなかった気がしますね。はい、ということで陽線落として、はい、視力級1体ここで落ちましたね。早速、いやショウがいい仕事しましたね。かなり短期特化陣営ダブル長老の長王って組み方、だいぶこれ今熱いですね、この組み合わせ。また陽雪が自分で蓄力つけられるキャラクターなんで、長王の蓄力活かせてないんですがこのパフォーマンスなんで、まあ、蓄力も活かせるキャラクターだったらさらに爆発するでしょうね、これは。うん、これは短期特化陣営でちょっと流行りそうな組み方ですね、ダブル長老の長王。この1手目に自由度があるっていうところもいいですよね、この組み方だと。いやー面白い。はい、ヨユキのスキル1エビちゃん倒していって、はい、ガラハットのスキル1でテフ倒してと。微妙にステータスベース防御無視攻撃とか攻撃力ベース防御無視攻撃がガラハットできて、反射キャラクターの肩代わりしてくれるあたりの動きなんかもまたハニバルと違った持ち味があってありがたかったりしますね。さあお次あゆみさんレベル4格上で、はい、ナタ2400万、 HP も2100万と、はい、長老超えてきますね。鎧がやばいですね。レベル200の声援の鎧、はい、700万カットしてくるのはこれはだいぶ厳しいですね。はい、テフ HP2000 万、いやこれ前衛にいるの厄介ですね。さあ見ていきましょう。まあ、レベルで負けてるんで長方の残影なんかもあんまりナタに影響を与えられませんね。あ、ただ避けましたね、余裕気。さすが弓将。はい、HP でガラハットが引きつけられないんで今ハンニバルなんかも攻撃受けちゃいました。ただ援護かなんとかしていって、はい、その間に直江兼継ぐ援護を余裕気とガラハットにつけて、ガラハットの硬さ援護と踏破6ターンでめちゃくちゃ硬い状態になってますね。はい、デモ神の HP にはあっとテーフが終わったと生きてますからね。いやこれは、まあ、一番最初の戦闘で話した反射キャラクターに視力がやられちゃうパターンですね。はい、と全く同じ結果となりました。はい、最後キャンネットさんいきますか。レベル同じでハンニバルが1200万でがっつり硬いのがいて、はい、超高名ちゃんからのナタ1000万、視力アーグス1500万の HP と戦力1780万、はい、大谷氏が HP2000 万でいますね。まあ大谷氏の場合関係なく集中攻撃してくるんで、はい、これは勝てなさそう。はい、タワラトータちゃんは HP1600万の戦力1500万。はい、ちなみに大谷氏の細かいステータスはこんな感じ、アーグスはこんな感じで、はい、タワラトータちゃんはこんな感じですね。はい、見ていきますか。まあ大谷氏で一掃されるでしょうね、これは。はい、ハンニバルで固めていって、はい、チョーコメちゃんの祝福なんかも余裕気にとっては地味に厳しいですよね。1回目全部カットされて、はい、2回目からやっとダメージ出てナタ復活まで持っていってチョーコメちゃん落として、アウグス大谷氏がピンピンしてますが、はい、アウグスの攻撃なんかはガラハットがしっかり受け止めてくれましたね。はい、ただこの後大谷氏のスキル1、はい、HP でただでさえ負けてるんですが、勝っていたとしても、はい、結局集中攻撃が余裕気に飛んできて、はい、視力を落としてっていう感じで、まあ相変わらずやっぱり大谷氏優秀ですね。
はい、トータちゃんの攻撃なんかはしっかりガラハットとかで受け止めて、まあ、全然効かないっていう形作れるんですが、まあ、こういう集中攻撃キャラクターガラハットやハンニバルすり抜けてくるんで、まあ、短期特化にダブル長老を作る場合には集中攻撃キャラクターにも簡単にやられてしまうというリスクがあるところは好きとして覚えておく必要がありますね。はい、どうしていかがだったでしょうか。まあ、ダブル長老をやってみましたが、まあ、まず単純にあまり課金リソースがないサーバーだと、ガラハットとハンニバルの HP を両方とも高くするっていうのが、育成リソース的にきつく、まあ、結構簡単に HP 勝負なんかで負けてしまって、後ろに隠してた弓将の余裕気がやられてしまうみたいなケースがあり、まあ、ダブル長老をすれば、カチカチかといえば、また新たな弱点が生まれてしまうってとこですね。はい、ここら辺はハイ課金や重課金の人は、あまり気にならないところかもしれませんが、まあ、このゲームのリアルとしては、こんな感じでダブル長老をやろうと思うと別の歪みが生じてしまうということが分かりました。はい、もう主力の余裕機の防具なんかもボロボロでしたからね。まあダブル長老は銃廃課金者向けかなと私は思いますね。はい、ということでまた明日ですね、今度はダブル長老じゃなくてガラハット一体だけ前衛の最高列において、その代わりもうハンニバルに渡してた育成リソースなんかをガラハットに注いでガチガラハットを作った場合の余裕機とガラハットペアで対人戦どうなるかって映像ですね、また収録していきますので、まあここら辺の課金帯だとダブル長老じゃなくて長老一体の方がいいんじゃないかってところを見ていきましょう。はい、でちょっと重要なお知らせですが、こちら美課金雪村編長らくやってきましたが、次回のガラハット長老一体検証を最後にこちら美課金雪村編、引退したいと思います。はい、見てください、もう原稿が1000原稿しかないんです。はい、まあ、今回ね検証するために無理やりここのサーバー取ったんで、はい、もう完全に修復不可能なほど持っていかれました。なんで、まあ、こっから先はこの美課金雪村編は検証サーバーとして普通にある程度課金して原本も補充した上で皆さんにお届けしていきますので、はい、明日は最後に、まあ、美課金サーバーの最後の戦いということで闘技場ですね。まあ、最近はもう沢田トータちゃんとか大谷氏とかこのサーバー見送って余裕気しかいないんですが、はい、それでもねたまに20位台とか、まあ、50位内には入れるような形未だに作れており、まあ本当長らく楽しんだサーバーですが、まあ、近々また新しいサーバーでプレイ始めようかなと思ってて、そこで美課金でやろうかなってとこでバトンタッチっていうところもあって、はい、明日最後のガラハット一体体制に関しては SKG ではなくてこちら闘技場でガチの戦い お届けして終わりにしたいと思いますので、はい、よかったら美課金編としては最後の映像を見ていただければと思います。はい、どうぞ最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、あと YouTube メンバーシップもやってるので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある URL から YouTube メンバーシップの動画も覗きに来てくださいね。はい、それでは。おっす。